ルター教土の変更方法についてご案内します。本動画はお子様が Android スマートフォンを利用されている場合の操作方法です。フルター教土は安心フィルターの管理サイトから変更することができます。お子様の知識や使い方に応じて保護者様のご判断でフィルター強度を設定してください。安心フィルターの管理サイトへアクセスするには保護者様の iPhone、スマートフォンなどで表示されている QR コードを読み込むか、ご利用のウェブブラウザで安心フィルター管理サイトと検索してください。登録した保護者様のメールアドレスとパスワードを入力します。ログインを選択します。フィルター強度の変更を選択します。ご希望のフィルター強度を選択します。選択したフィルター強度はウェブサイトとアプリの両方に適用されます。 OK を選択します。再度 OK を選択したら設定完了です。